俺の区間は AWM。はい、どうも、スコレです。今回はですね、話していきますのが、公約コードは今ね、とんでもないバグが存在しているんですよね。今 DC コラボ中ですけれど、そんな DC コラボの限定ガチャあるじゃないですか。あれにとんでもないバグが起きているというお話、今回ちょっとしていこうかなというふうに思います。それではやっていく。でですね、どういうバグかっていうと、まずこちらの画像をご覧ください。こちらですね。これね、何の変哲もない DC コラボガチャの、キャンペーンページの画像なんですけれども、このページにですね、そのバグっている部分というのが存在します。それがですね、今回もそうなんですけれど、毎回のコラボで、その50連でオレンジ枠確定、150連で金枠確定みたいな、そういうのがあるじゃないですか。で、今回ですね、そんなオレンジ枠確定あるでしょう。このオレンジ枠確定の部分が、なんとですね、スプレーを入手すると消費されてしまうというですね、これとんでもないバグが今存在しているんですよ。やばくないですか？どうもですね、スプレーのジョーカーがあるじゃないですか。スプレーのジョーカーを手に入れるとですね、そのなんかスプレーのジョーカーがオレンジ枠扱いになっていて、その50連オレンジ枠確定の部分がなんとこれ消費されちゃうんですよね。これやばいでしょ、マジ。俺これ初めて聞いたよ、こんなのね。びっくりしましたね。前々からね、このね、50連確定150連確定のやつって結構なんか闇な感じが否めなかったんですよね。もう正直本当みたいなね、本当に確定なのみたいな。いやだって言うて150連回したら大抵来ますからね、金枠。50連回したら今回のやつなんてオレンジ枠なんて簡単ですよ。だってあの勲章がオレンジ枠にありますから、それは勲章出せばオレンジ枠消費ですからね。そもそもそんないいオレンジ枠の装備ないんで、あれなんですけれど、ね、そんな感じに今なってまして、今回の、DC コラボガチャめちゃくちゃねやばいなと。ガチャにバグがあるっていうね、そんなことあるみたいなそんな感じですよ。これ結構起きた方ですね、今のところ3人ぐらいですかね、確認しておりまして、各々の方に言ったのは、問い合わせしてみてねと、そういう話させていただきました。はい。ちょっとね、そういう個別に起きたバグ、全員に起きているわけではないバグの時はですね、そうやって問い合わせることによって結構その補填だったりとか、そういうのを対処とかね、していただけることっていうのが結構多いですので、皆さんもですね、その個別にそういうバグに遭遇された方、そういうなんかよくわからん、絶対これなんか自分だけにしか起きてないだろうとか、あと一部プレイヤーにしか起きてないだろうな、そういう認知されづらそうなバグが自分に発生した場合というのはですね、これ運営に問い合わせることによってこのバグのですね、解除というか、解除だったりとか、補填だったりとか、そういうのを受けることができますので、そちらをね、皆さんされてみてください。はい、よろしくお願いします。でも正直これは金券補填すべき案件なのかなというふうに思います。個別だったりとか全員に金券補填をしてですね、ちょっと事態の収束を図ると、それが一番いい方法なのかなというふうに僕思いますね。でないとやっぱりね、このゲームガチャが一番の課金要素で、唯一の課金要素といっても過言ではありません。バトルパスにね課金するってのもありますけれど、ガチャの課金と比べればバトルパスの課金なんて微々たるものでしょう。そのやっぱりプレイヤー全体で課金している額って言えばガチャが全てのほとんどの比率を取っているはずです。そんなガチャのですね、やっぱり信頼度が下がっていると、信頼が下がってしまったのであれば、やっぱりイコールこのねゲームの売り上げが落ちると、ネットイース全体の売り上げ何割かが落ちてしまうことはこれ間違いありませんので、ここはね、ガチャの信頼を下げないためにも早めにそういうバグがありましたよっていうことを、運営側が告知をして、補填をしていく、これが一番大事なんじゃないかなと、いうふうに僕は思いますね。はい。で、もしもですね、これの補填ですね、補填が決まった場合、まだ補填がされていない場合ですね、皆さんちょっとやるべきことというのが一つございます。はい。それがですね、リセマラなんですよ。はい、リスマラ。なんでリスマラなのか、それを話していきましょう。今回ですね、ログインボーナスってのがあると思います。このログインボーナスの中に、そのですね、今回の DC コラボの課金ガチャが引けるログインボーナスっていうのが、一つ存在しているんですよね。はい。その存在しているですね、DC コラボガチャ。その DC コラボガチャを、引いておくことによって、そのキャラクターは DC コラボガチャを引いたという扱いになるんですよ。一回でも引いたというですね、そういう扱いになっているのであれば、もしも金券補填が来た場合は受けることができます。はい。ですので、まだわかりませんよ。金券補填がされるかどうかってのもわかりませんし、このバグは、まだあまり認知されておりませんけれども、もしもですね、このバグが広まって、そして運営側が補填すると、そういう流れ
になりそうな場合は、事前にですね、このログインボーナスの DC コラボガチャを引いておくことによって、まあ、金券補填、自分のステアカウントとか、リセマラアカウント、複数のそのサブアカウントで金券補填をワンチャン受けることができますので、まあ、そういう使い方もありなんじゃないかなというふうに思います。まあ、僕、リセマラプロですし、裏技をね、見つけるプロなんで、まあ、そういうのはね、いくらでも考えつくんですよ。うん。いくらでもありますね。今回は、まあ、こういう方法をね、用いて、皆さん使われてみてはいかがでしょうかね。そうやって、まあ、ちょっと金券補填を起きていくね、受けれるものはやっぱりね、僕受けた方がいいと思うんですよ。うん。もらえるものはもらう。これは当たり前ですね。うん。まあ、なんで、まあ、そういう風にしてみてはいかがでしょうか。はい。で、結構ね、バグって言うと怖いコードで、ね、最近また新しい類のバグっていうのが出てきておりまして、まあ、僕もリスナーさんに教えてもらったりとか結構しているんですけれど、まあ、とんでもないバグっていうのがまだまだ存在するんですよ。はい。まあ、例えば、名前が勝手にね、変更されちゃうバグっていうのが存在して、やばくないですか？うん。命名変更カードとか、全然使ってないのに、ある日突然ログインしていたら、自分のキャラクターの名前が変わっていたの。なんか、英数字12文字で適当になんか、嵐みたいな感じで作られた、勝手に付けられた名前になっているっていう、そういうバグが、今現状ね、起きているそうで、すべてのプレイヤーじゃなくて、マジでほんのですね、ごく一部のプレイヤーにしか起きていないようなバグなんですけれども、そういうバグが、現状起きてしまっております。最近ね、マジでね、荒野行動ね、とんでもないバグが多い。マジで多いですね。まあ、もともとバグ多かったんですよ。まあ、例えば、とんでもないやつで言うと、壁抜きですかね。壁抜きバグ。ね、1年以上経っても、未だにね、運営が直すことのできていない壁抜きバグ。まあ、これをね、よく考えてみてください。とんでもないバグですからね。PUBG とかやったら壁抜きバグ、マジ3日でね、修正されますけれど、PUBG だったら3日で修正できる頃を、ね、荒野行動運営は365日以上かかっていると。少なくとも、111倍以上でですね、日数が荒野行動運営には、沼が必要みたいですね。いや、単純に僕思うんですけれど、建物とその人間の描写距離を同じにすればいいだけじゃないですか。もともとそのこのゲームって建物と人間の描写距離は違うんですよね。まあ、描写距離が違うから建物は描写されないけど人は描写されて、それでまあ当てることができてしまうっていう、だからこそそういうことが起きてしまっているわけじゃないですか。 PUBG って実はですね、建物と人間の描写距離と同じで、人間だいたい 200m からそれぐらい超えると描写されなくなるんですよ、建物もですね。その代わり構えてスコープを覗くと描写されるようになるっていう、そういう仕様なんですけれど、荒野行動もそういう風に変えたらいいんじゃないですか。うん、もうなんかそういう腰打ちで今戦うゲームじゃないでしょ、正直。まあ 200m 超えてきたら構えないと戦えないゲームという風になっておりますので、もう構えないと描写されないようにすればいいんですよね。それでもまあ策定できるでしょうね、音の方向でわかるんで。うん、僕はなんかそういう風にした方がまあいいんじゃないかなと思うんですよね。うん、じゃあ構えてなかったら敵が見えんじゃねえかって言いますけれど、まあ本来 200m 以上なんか現実じゃほぼ見えんからですね。音聞いて初めてスコープ構えてわかる距離ですから、 200m 以上とか。ですのでね、 200m 以上はね、目視でわかる方がおかしいんですよ。うん、なんでそういう風に変えてももういいんじゃないかなと思いますもんね。だって構えるでしょ、さすがに 200m 以上腰打ち、まあその当たったとしてもほぼほぼ落とせませんもんね。まあ100落とせないってのはないですけれど、ほぼほぼ落とせないですし、まあそうやってよりねゲーム性を高めていきたいのであれば、そういうリアリティを上げるべきだと思います。はい。まあ、最近そのリアリティを上げるためにですね、例えば、まあ、伏せた時の通知音を消したりとか、まあそういう風なアップデートも行ってまいりました。まあその伏せた時のその歩行通知音を消したっていうのが結構なんか賛否両論あるようで、まあ強い人だと、まあ、壊れすぎても怖いコードやめようかなみたいな感じで言っている人っていうのもいらっしゃると思いますけれど、まあプロとしてやっていくんだったら、まあゲームの環境に合わせるっていうのはもうその最重要課題で、まあそれに対して文句言っても仕方ないですから、そこはまあ適用してほしいですし、まあ、そういう風に良い方向に行くのであれば、まあそういうね、仕様変更が来るのは、いざ仕方ないですし、皆さん妥協できるじゃないですか。うん。壁抜きされるぐらいだったらそっちの方がいいでしょ。なんで、まあ、そこら辺はね、対応すべきかなと。ね、プロとしてやっているのであれば対応すべきですし、まあ、その運営側も対処すべきなのかなと、いうふうに、まあ、思いますね。まあ、パズドラとかね、モンストロのプロの人とか、ね、もっとひどいですからね。もっと難しい対処をなんかしている感じなんで、まあ、そこら辺はね、まあ、荒野行動のプロとして活躍されている方も、僕もうちょっと頑張ってほしいなと。ね、僕はまあ、プロになる気なんかないですし、このゲームで上手くなる気もないですけれど、まあまだそれでもこのゲームを、ね、楽しんでおりますので、まあ、やっぱりそうやってトップを走っている人たちにはもっと頑張ってほしいなと僕は思います。はい。やっぱりね、現状荒野行動はバグが多すぎます。最近まあ動物の森とかも出て、まあそういういいゲームってのがどんどん出てくるわけです。もう今回も動物の森始められたですね、まあ、荒野行動のプレイヤーってのはまあ多くいらっしゃいますし、まあ今後もそうやって少しずつ離れていくことでしょうね。普通だったら FPS から離れるってあんまりないんですよ。FPS から他ゲーム、他ジャンルのゲームに離れることってまあそんなにないんですけれど、まあやっぱり荒野行動からね、離れやすい、そういう状態が続いているわけです。まあ、なんでかって言えば、やっぱそういう細かい部分で、
うまくいってない、細かい部分のケアがうまくできていないからこそ、じゃあこっちのゲームより荒野行動よりこっちのゲームの方がやっぱり細部まで行き届いていてバグが少ないと、まあそういう感じで、まあ皆さんまあ認識しております。荒野行動が今後ね生きていくためには、そういうバグとかですね、そういう根本の部分を解決しなければ、まあ未来はないのかなと。まあやっぱり補填も大事です。補填も大事ですし、補填だけでなく、まあ早急なバグの対応ですね、バグの対応をされて、なおかつすぐ修正していく。このゲームでは当然すぐ修正っていうのは当たり前ですから、それができていない荒野行動、1年以上直していないそういう壁抜きだったりとか、今回もとんでもないねガチャのバグありましたし、まあ、やっぱそういう部分をカバーしていかなければ荒野行動の未来はないのかなというふうに思いました。こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知の方よろしくお願いします。 Twitter やってます。フォローバーしろと言われたらフォローバーしますのでよろしくです。 TikTok、ミルダム、そちらの2つもやってますので、そちらの方もよろしくお願いします。ミルダムの方で全てのライブやってまして、ギスマラライブなどもやってますので、ギスマラの恩恵得たいなという人はそちら来てください。またミルダムと YouTube コミュニティ欄の方で無料クラウンドの作成企画の方をやってますので、そちらも欲しいなという人はそちらチェックしてください。 LINE の方で動画の通知や最新情報の方をお届けしておりますので、そちらもよろしくお願いします。サブチャンネルでもぼちぼち料理動画上げてますので、そちらもご視聴していただけると嬉しいです。そんな感じです。それでは。